中の気が張りコンセプトって書いてあったたまたま、うん、まあ確かに情報なんだろうな、確かに情報が出てきてさ、うん、で安心はしてたわけです、うん、したらもうついこの間よ、うん、あの出掛けに、うん、ね、出掛けにこう布団をこう直してたらさ、うん、その何布団とこの、うんうん、壁の隙間を何かこう黒い影がね、うん、もう出掛けもうリュックも取ってんでもいいよっていうところでパッと見えたからさ、うん、もうダメじゃん、もう出かけられないじゃん、うん、ね、ちょっと一回 TV のロケすると遅れたんだけどね、遅れんなお前だってもういるのがもう分かったし、いないくなってたのかなと思ったのが、うん、おいでどうしたのかよってこう、いわゆる問題の状態でさ、うん、でもうでも姿見てさ、こいつの先を見てももういないわけないんだよ、それで待ちなかったんだから、はい、もう全然わかんないから、はい、ね、すごい楽しいね、まあ、それがもう時間もないし、もう行かなきゃいけないから、でももう見るのは分かったから、うん、もうなんかでもなんとかしたいと、うん、こう思ったで、いろいろひっくり返したりとかさ、うん、テレビこう、まあこうなんかテレビのあたりとかね、繋がってるから、こう隙間とかね、カーペットとか隙間とか。